アニメラジオ会。これはさっきは東辺の女子使用されましたが、はい、悪を使わないラジオ会に飛び込んだ一人の声優がいた。今回のゲストは今やこのマスナス誰果たして音楽を繰り広げるのか。ああ、BGM が一周しちゃった。テレビラジオ、マッシュル、テレビラジオ、始めるよ。皆さんこんばんは、マッシュバンデッド役の小林明です。このラジオはテレビアニメマッシュルのウェブラジオ、さまざまなトークテーマ、アニメ情報や、番組にオリジナルのメールコーナーなどをお届けしていきます。今回のゲストはこちらの方。はい、シルバーエン役の増田俊樹です。増田さん、よろしくお願いします。お願いします。冒頭な知らないがいた気がします。知らないはい、なんかラジオに、ま、紛れ込んでたんですかね。もうあれなんですか、そのってところはカットされてんの？いや、どうなんですかね。なかなかね、あの地上波じゃないというか、そのね、なんだな、ネット系だとは思うんだけど、はいはいはい、すごいいきなりぶっち込んできたんで。そうなんですよ。なんか、まあ、パワー SE っていうね、あ、はい、なんかまあちょっといけない言葉、ね、発したらそこに関してまあカット的な SE を挟み込んでいくっていうスタイルでやっていくので。ほうほうほう。あ、じゃあ好き放題言っていいラジオっていうスタイル。まあ、そうですね。なるほどね。まあ、逆にパワーってしょっぱな言わないよね。言わないです、言わないです、うん、怖いよそんなの。後陣が後陣が。そうですね。はい、というわけで、まあ増田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。まあもう、まあ、共演歴とかまあさらっていくと、まあ結構その1年ぐらい一緒にまあ、レギュラーやってた作品もありますし、うん、まあ、結構共演時代はさせていただいてるんですけど、うん、意外とラジオは初めてかもしれないですね。だね、多分、うん、ですよね、うんうん、まあ、なのですごい新鮮な感覚というか、なのでよろしくお願いします。お願いします。不思議な気分なんですけど。すいません。はい、いえ、どのまです。まあいろいろ、まあ、番組に、メールとかも届いていくのでいっぱい読んでいきたいと思うんですが、はい、あの番組送っていただいた、メール送っていただいた方の中からですね、毎回3名様にステッカーを差し上げていますので、うん、ぜひメール送ってください。はい、そしてさっきちょこっと、言いましたけど、ちょっとマシュラジルールがございまして、うん、ね、すごいよね。そうなんですよ。まあ、マッシュは魔法が使えないわけなんですけれども、うん、原作だと、このラジオはカットが使えないというルールのもと、うん、番組を進行していきまして、うん、ありのままある意味本当のラジオをお届けしていきます。まあ、これ毎回読んでもよくわかんないんですけど。NG ワードが出た場合はパワー SE で該当箇所を粉砕しますというわけで、まあ、生配信というか生放送が少ないからね、声優がやってるラジオって、うんうん、まあ、だから本来であれば、まあ、生放送で、まあ、やっていくのがまあラジオっぽいんですけど、うん、まあ、収録でもその生の感じでやっていこうじゃないかっていう多分試みだと思います。頑張って。はい、まあ、ゆえにでも収録だから生放送だと抑えてる言葉とか言わないようにしてる単語とかをまあパワー SE で消せるので自由に発言しちゃって大丈夫っていう。ああ、みんな我慢してんだ。多分分かんないですけど、ね、人それぞれだと思いますけど、ほうほう、まあ、一応ね、まあ、増田さんに、まあ、毎回そのゲスト来ていただいたらなんか、うん、こういうどうですかパワー SE なんか言えることありますかとかなんかいろいろ聞いてて、まあ、何ですかね、まあ梅原さんとかね、それこそマギアルプスのトップやってる梅原さんとか来た時は、うん、まあパワーとか言ってましたけど、おうおうおう、まあ、そういうのを言うと、それカットされんの？それカットされます。ああ、そうか、そのぐらいだとカットされるって感じですね。なるほどね。はい、どこのラインだといいの？どこのライン、あ、ななみさんは住所言ってもこれはもう完全アウトだし、住所、あ、住所はね、うん、まあ、なんならやっぱりこのこっち側のこのブースの人たちには聞こえちゃうから、うん、それはいいのっていうね、こっちのそわそわ感とかもあったりしましたけど、隠し事がある人は辛いよね。そうですね、うん、なるべくこの誰にも聞かれたくないってことはね言えないですけど、うん、まあでも LINE だとどうなんですかね、なんかどこから OK とか具体的にそういえば分かんなかったですね。今探ってもらったらどこで撮ったらいいか。ああ、はいいんですか。
あった、首かしげてるな。ダメなの？もう、え、何回やってるの？20回ぐらいやってます。あ、まだ手探りなんだ。まだ手探りです。うん、いいんじゃない？まあこのパワー SE に関してはそう、毎回ゲストさんのさじ加減でやらせていただいてますけど、はい、まあだからあれですよ。何ですかあれって？増田さんあれパワー、はい、やってるみたいな話になると多分パワー SE になる。なんで？ですよねって感じらしいです。他作品とか、それをもっと言うとなんかこういう作品に出たいんですみたいなアピールを言う子もいます。へ難しいですけど、いやなんか絶妙なラジオだね。なんかやってることちょっとこうなんだろう、エッジが効いてることやってますみたいなアピールしながらめちゃくちゃ中身ゆるゆるの、そう、もう実際のところやっぱりね、ふわふわの集英社さんのあの作品っていうところもあるし、いやそれはわかるけどね、はい、それはまあなんでまあ言えること言えないことっていうのがだいぶグレーゾーンな状態でやらせていただいてますね。頑張って僕、いやそこだと思うよ。あーもうこの設定が生きるも生きないも、そうっすね、はい、ごめんいきなりダメ出しみたいなこと。まあそうっすね、はい、頑張ってギリギリじゃあ狙っていきたいと思います。これが、うん、パワー SE が多い方がそのお客さんが楽しいのか、うん、ギリギリ狙ってもらって、あこれなら流れないんだっていうのをね、楽しんでもらえるのかちょっと分かんないですけど。でも放送の時にしか分かんないでしょ。分かんないんですよ。だから僕らがこうやって言ってて、あこれ実際かかってないやんみたいなこともあります。なるほどね、はい、うん、実際さっきねうーんって言ってた単語とかが普通にオンエアに載ってるかもしれないんですけど、うん、なるほど、はい、みたいな感じで、はい、うん、設定がそんな感じのラジオになって、はい、分かりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでまずはオープニングトークです。テーマはこちら、シルバーアイアンって何者ということで、増田さん演じるシルバについてお話ししていきたいと思います、はい、まあ、まずはどんなキャラかを、まあ、簡単にご紹介お願いしますというわけで、こちらじゃあ読んでいただいたいと思います、はい、レアン寮の所属の、はい、高い実力を持っており、うん、目の上のピアスが特徴です。はい、もうまさにそういうキャラクターなんらしいです。そういう概要としてはね、概要としては、うん、まあなんですけど、まあマッシュだいたいその、まあ、6話とか7話ぐらいからこのシルバー出てきたんですけど、うん、それまでまあほとんど上級生って出てきてなくて、うんうん、多分初めてのこの敵対した上級生って感じで出てきたキャラクターなんですけど、うん、まあなんか作画的にも多分アニメ的にもこの話数がだいぶ序盤としては一番力が入ってるというバトルシーンがまあ加熱していく一番の、うんうん、なんかまあいいシーンが多いっていうか、うんうんうん、感じの話数だったんですけれども、まあ、だいぶぶっちゃけアフレコは前ですけど、うん、そうだね、はい、なんかシルバーこう演じたとか、なんかディレクションこう受けたとかどうですか、その当時。そうだね、ディレクションはなんかそんなに細かく受けた記憶がないんだけど、はいはいはい、まあその学生っていうところでもうちょっと若いラインを狙ってくださいって初登場時に言われたぐらいで、他はなんか割と自由にやらせてもらったような記憶がありますね。あ、そうですね、うん、まあ、最初の話数、まあ、なんか7話ぐらい最初に登場して6話で7話ぐらいから多分僕も一緒にその掛け合いで撮らせていただいたと思うんですけど、うんうん、もうめちゃくちゃやっぱアイアンフィストっていうね、うん、まあ、鉄呪文の魔法を使うキャラクターですから、うん、アイアンフィストって魔法を使うんですけど、うん、めっちゃいろんなバリエーションで自由にやられてたなってすげえイメージがあってなんかラジオの中でも、うん、なんか川島くんってあのフィンっていう、はい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 、メインキャラクター演じてる川島くんが来た時に、うん、いや増田さんのアイアンフィストってやつなんか家でやってるみたいな話を言ってました、うん、なんで？あらー、どうなんですかね、それも修行なのかもしれないです、ね、なるほど、はい、あ、ちょっとメール来てます。嬉しいですね。なんか僕も昔だから先輩たちのモノマネをやっぱ家でたくさんやりましたから。お、そうなんですね。やりましたやりました。なんでこういう風なお芝居というかその表現ができるんだろうなとか、どういう風になんかまあ音的に、はい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 、うん、感情は分かんないから、はいはい、音的にこういう風に聞こえるのはどうやってやってんだろうとか練習したね。確かに。でもなんかね、偉い人とかもこのモノマネから入るとこう掴みやすいとかもね、うん、おっしゃる方もいますし、フィンさんはやってくれたんだね。やってます嬉しいです。やつはそこから何かを掴めるんでしょうか。こちらぴょんぴょんさんから、
いただいたメールです、小林さん、増田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。増田さんのマシュラジゲストめちゃくちゃ待ってました。ありがとうございます。原作でも嫌なやつだなと思っていたシルバが、アニメではつい、うわムカつくと声に出してしまうほどレベルアップされていて、漫画では感じ取れなかったシルバがどのタイプの嫌なやつかを知ることができました。あ、嫌なやつは嫌なやつだと思ってたけど、あ、こういうタイプの嫌なやつねっていうのが分かったってことね。アニメ放送時はマシュラジでも、増田さんのお芝居が絶賛されていましたが、増田さん自身シルバを演じての手応えはいかがだったでしょうか。手応え、手応えって言ったら、まあなかなか手応えはそんなにあのなんていうんですかね、こう帰り際に音響監督さんとかに捕まえてもらって、はい、増田君は本当にいいお芝居をですねあの時とも次もまたお仕事したいです、うんうん、はい、ありがとうございますみたいなやり取りがあったらね、はいはい、なんか手応え感じるなってありますけど、はいはい、まあ普通にやって帰っただけだからな、まあまあまあ、いやでも、はい、あの一緒にその撮った時にカイトさん、石川カイトさんとか、はいはい、僕もいましたけど、やっぱみんなおーってなってましたし、なんだろうね、まあ手応えっていうとね、またなんかなかなかね、僕らのお芝居的に、あ、お仕事的にこう、はい、お芝居やってめっちゃ良かったですみたいなね、こう褒めてもらえるってことそんなにないから、なかなかね手応えって難しいかもしれない。難しいですよね。まあ、でも、いやでもなんかこうキャリアを積み重ねてきて、はい、だんだんこういうなんか嫌な役とか、うん、なんかこうなんていうのかね、主人公たちの障害になる役とかを、あの声をかけていただけるようになったっていうのはなんか嬉しいなっては思いましたよ。あ、うん、まあ、だんだんこの、まあ、そういえばあの、はい、じゃあね、ここはあの被せなきゃいけないということで、1分間ほどですかね、フリートークのお時間をいただきましたけども、いやですね、まあ、収録時期としてはだいたい秋口ぐらいになってきましてですね、東京の方も、結構なんですかね、まあ、あの朝方とか夜、ね、とかは結構10度近い、気温になってきて、結構ね、あの着るものとかも悩む時期になってきましたもんね。まあ、上着とか着て現場に行って、でも現場はちょっと外の寒さに合わせてちょっと気温高めの、ね、空調設定になってたりして、だ僕ちょっとこうなんですかね、上着を脱げないようなこう肌着できて、こう上着はでも長袖って時にもう暑くて暑くてたまんないって思いながらも、ただ周りはなんかすぐにこう衣替えに適応するわけでもなく、結構半袖の人とかも多いと結構気まずいですよね。うん、でこの前ね、先輩がちょっとなんか寒いからちょっとあの暖かくしていいっておっしゃられまして、はい、じゃあ僕あげときますねみたいなくだりをやりましてね。いやーなかなか難しいですよね、季節の変わり目っていうのはね。 あと皆さんね、花粉とかもねこう流行ってるわけでございますよ。でね、風邪とね勘違いしてね、やっぱこう花粉とか、あ、もう1分経ってる1分経ってる、あ、そんな感じでございますよ。続きまして、電動歯ブラシさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。生コメンタリー上映会の時に確か江口さんがおっしゃっていたのですが、うん、増田さんが口笛ができなかったのに次のアフレコ時には口笛を習得してアフレコに臨まれていたと伺いました。今も口笛は吹けますか。口笛は吹けるけど、はい、そのなんて言ったらいいのかな、そのシーンにあった口笛がその瞬間に出せるか出せないかっていうのは怖いよね。あー、まあそうですよね、うん、普通の口笛じゃないですもんね。普通の口笛じゃない普通の口笛じゃないっていうか、その何、ただ普通にその場で適当に自分のリズムでただ口笛してくださいじゃなくて、ね、うん、はい、っていうなんかそのキャラごとっていうかね、その感情に沿わないといけないから。原作にピュって書いてるんですよ。ピにピって書いてあったから、はいはい、ピカって結構高い音なのかなって思うと、結構本番土壇場でやるのは結構難しいなって思ったし、割と連発しててちゃんとこう文字情報としてピューって書いてあるから、あ、じゃあピューで読むんだろうと思って言ったら、あの口笛くださいって言って、あー、はい、すいませんあれ台本にもピュって書いてありましたっけ、かっこ口笛とかでしたっけ。ちょっとそれは記憶にない な、ね、ない、うん、ただ原作は確かピュー、ね、ピューって書いてあるんだね、ピューだった気がしますね、うん、なんか普通に口笛やるよりも音でやった方がなんか肉らしさ上がるかなと思ってちょっと準備してたんですけど、はいはいはい、まあ多分
別パターンというか2パターン聞いて、うん、こっちがいいかなみたいな感じになったのかもしれないですね、はい、ありがとうございます。では続きましてマミーさんからいただきました、最近アニメのみならずドラマ CD や朗読劇などでもお二人の共演が、多いと感じています。ありがとうございます。そこでお二人にお互いの最初の印象と実際に一緒に仕事をしてみて感じた印象などを教えていただけたら幸いですって。あ、最初の印象か。最初の印象覚えてらっしゃいますか？なんかだからそのなんか長いクールのレギュラーをこう一緒にやるって時に、はいはい、なんかすごい周りから今事務所で押されている若手なんですよっていう風に言われて本当ですか？そう聞いて、あ、そうなんですねって、確かにうまいですもんねって話を、あ、本当ですか、うん、してたのは覚えてます。めちゃくちゃ嬉しいです。でなんかやたらと絡んでくるっていういやいやいや、そうですよ。まあ、あの現場もね長かったっていうのもありますけど、うん、まあ、なかなかこの、まあ、他にも当時その最初コロナ禍じゃなかったっていうのもありますし、いっぱい人がいたからこう話しかけに行くのもちょっとどうしようみたいな、うん、こう他にもこの先輩方と喋ってるし、うん、なんかまあ一番後輩って言ったらあれですけど、僕がこう話しかけに行くのもなとかいろいろ思ってたんですけど、うん、まあ、なんか別のその作品で一緒になってた人がまあちょっと増田さんと仲良くてとかそういうのから、うんうん、あ、増田さんって意外と喋りかけたらこう返してくれるよみたいなことをいろいろ教えてくれて、そこからその方が、はい、へえ、でも増田さんって話しかけに行った記憶があります。はいはいそういうエピソードです。でも逆に僕の第一印象は何なんですか？あ、増田さんはだってね、その他の知人から聞いた情報なわけで。あ、そうですね、うん、いや最初はだからめちゃくちゃもうストイックな方というか、ほう、だからもう現場着いたら、まあ、まあ挨拶してもうあとはもう常に台本と向き合ってるっていうイメージでしたね。ほう、はい、もうとにかくそのまあ台本読み込むというか、まあその言ったら読んで来いよ家でいやなんかそうですね、いやなんか難しいですけど難しいですねその、まあ、読み込むっていうか、またどっつきにくかったってことでしょ？いや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 、あれ違うか、そうは言わないですよ。いやなんかそうですね、なんかとっつきにくいというか、別にその先輩とかも普通に話してましたし、うん、多分話してくださるっていうのは分かるんですけど、うん、でも多分なんか抱えてますねなんかバットが多いじゃないですか話しかけてく、なんか話しかけてる雰囲気見えるんですけど、けどなんかこう腹の底にそれを言っていいラジオじゃないの？違うの？いや、それを言っていいラジオなんですけど、いやでも本当になんか別に話しかけにくいとか思わなかったんですけど、へ、まあ、他の先輩とかとも珍しい本当ですか、うん、他の先輩とかとも話してらっしゃいましたし、うん、まあ、なんか僕がまだ話しかけるには早いって思ってましたね早い。いやなんか どんな立場なんですかね俺は。そんな50、60の音体でもないのに。いやなんかやっぱお芝居にすごいストイックってイメージがあったんですね。はいはい。まあ、だからまずはもうお芝居とかそういうの掛け合いとかを経て、まずはまあ認めていただくって言い方もおかしいですけど、はい、あ、ちゃんとこいつやってるわっていうのを分かってもらってからじゃないと絶対あかんって思って。ああそうなんで、しばらく多分。30は近いぐらいのところまでは、まあ、あんま話しかけずに、ね、はい、後ろから見てました。じゃあもうその30話ぐらいの時に、はい、もう増田はもう俺のこと認めたなって声かけたわけでしょ？確かに。いややるね。いやいや、読解するとそうなりますけど。いやだって、いや多分聞いてる人みんなそう思ういやそこまでは思ってないです。思ってないですけど、なんかな、まあなんとなくその、いや思ってたでしょ。いや思ってないですよ。いやだから思ってないと、なんで。いや現場終わりとかに、なんかちょっとその、まあ、軽くお話しさせていただくため、うんうん、まあなんかまあ別の先輩となんかこう3人4人ぐらいでこう、うん、話すタイミングになった時になんか普通にこう話も振ってくれたりっていうか、うん、していただきましたし、あ、なんかもう話せる段階になったのかもしれないって、もう全部はなんか良くない方向に行ってる気がします。良くない？いいんじゃない？本当ですか？うん、だから自分の中で決めることだから。いやそうですね、別に俺が認める認めないじゃなくて、はい、今なら増田さんに認めてもらえてる気がするから声かけた。あ、でも声、あのコミュニケーション取ってみたってことでしょ？そうですね、まだそのいいんじゃない？今話しかけてもコミュニケーション
普通に撮れるはずだって。いつもこんな感じでしどろもどろに話してる。いやそんなはずはないですね。まあ比較的めんどくさいタイプの人間だから僕は。いやなんかそれをなんか昔2年ぐらい前も言っていただきましたね。その何を？そのめんどくさいタイプの人間だけど、そう話しかけに来るねみたいな。そう、はい、言っていただけて、まあ、いや嬉しいな。みんな変な人が多いなと思って話しかけてくる人たち、まあ、特に後輩ですけど、はい、なんか変な人なんだろうなって。別にもっと話しかけて有意義な人たちたくさんいるんですよ。わざわざ僕に来なくてもいいのにな。いやいやいや、でも僕の場合はですけど、やっぱお芝居がすごい好きなんですよ。ありがとうございます。増田さんのだとしたらやっぱ話したく ならないですか？その先輩とかいらっしゃったら。あんまならない。あんまならないですか？なんか僕の場合はなんかそうお芝居とかうわ好きだなとか、まあ、僕の好みですけどなったらやっぱどんなこと考えてらっしゃるんだろうとか、なんかどういう風にこうお芝居に対してなんか思ってるんだろうとか。ストイックだね。そうだから主役だったね。いやいや、いやいやそんなことはない、そんなことはないですけどいやでもなんか本当にまあ普通に好きだなって思ってやっぱ話しかけに行くことが多いんですけど、うん、その時もあ珍しいなみたいな感じに言っていただいて、そうだね、嬉しいって思いましたそんな第一印象を経て、はい、最近はいろいろとね、はい、共演させていただけるようになって嬉しいですっていう感じです、うん、はい。というわけでふつおたここまでとなりますね、はい、メール絶賛募集中です、メールアドレスはマッシュル @onsen.ag、また番組ページにある投稿フォームからでも送れますのでぜひ送ってください。マッシュレイディオ。ぶっ壊したい、はい、こちらリスナーの皆さんがぶっ壊したくなったエピソードを募集して紹介していくというコーナーです、うん、ではこちら読んでいきたいと思います、DJ ゾンビさんからいただきました、自分がレストランでバイトをしていた時の話です、キャッシャーを担当した時に無言で決済端末にスマホをかざしてくる人がいました、スイカで払うのか電子マネーで、払うのかせめて一言言ってくださいと心の中で叫んでいました。まあ、これをキャッシャーってまず何ですかね。レジとかじゃない。ああそういうことか。総じて言ってんじゃない。あの、まあ、決済端末、まあ、なんかペイペイとかあるよね、はい、うん、LINE ペイとかいろいろあるところで、うん、無言でかざしてくるってことですね。なるほどね。あ、まあ、確かにそれは言ってくれよって思うかもしれないですね。まあ、それに関してぶっ壊したい増田さんが横目で。何これ、普段やってるコーナーじゃない。やってますやってます。それ初めてじゃないでしょ。初めてじゃないです。もうレギュラーコーナーです。これを頑張ってやってよ頑張って揉んでよ。レギュラーでしょ。揉みますよ。揉みます揉みます。いやこれをここも自由にそのゲストによりけりなの。あでもこれはまあ毎回一緒かもしれないですね。どう思いますかっつって。僕はモノモース系なの。モノ、ま、いやでもどちらかといえばまあ DJ の同意系なの。同意系が多いです ねでもたまになんか、まあ、これはまだっていうか、まあこれはめっちゃ僕もそのバイトでレジやってたから気持ちわかりますけど、うんうん、たまにいやそれぶっ壊したいかみたいなのが来た時はって感じですけど。それぶっ壊したいか、うん、いやそれは別にぶっ壊さなくてもいいよみたいな感じのが来ますけど、これジャブだね。じゃあこれジャブかもしれないです。このコーナーの面白みを早く探りたい、こちらうさきちさんからいただきました、相手から告白されて付き合ったのにたった3日で振られました、うん、理由は元カノと比べてしまうからだそうです、うん、私はめちゃくちゃ奥手な、方で自分から積極的にいけないんですが、相手は甘えてほしい、たくさんイチャイチャしたい、束縛したいというタイプだったらしく、遠回しに合わないと言われました。は？まだ3日目でしょ、付き合った経験がなく甘えるのも付き合ってどうしたらいいのかもわからない私に、たった3日で何求めとんじゃ、理想高すぎだし彼女に求めてるもん多すぎるわと、しかも、次の日元カノと一緒に投稿していたのを見かけ、さらにその次の日には元カノと復縁していたということを友達から聞きました。すっごい好きになって付き合ったわけでもなかったのでよかったですが、ぶっ壊してやりたいと思ってしまいました。おーぶっ壊せ、はい、まあ、こんな相手にぜひ一言っていう感じなんで、まあ、うさきちって
ってよりはこのうさ吉さんの元彼に一言言ってほしいってことですね。なるほどね、うん、言ってやれ言っておかしいな。そうっすね、おいうさ吉の元カノ、元カノじゃねえ元彼、お前自分から告白したんならせめて一週間は愛してやれよです。そう思いませんか？思いません。思いませんか？1週間はって別にそうなんかこれ同意すると俺も怪我しそうだから。いやおい、いやです1週間は付き合ってやるよって。まあね、人それぞれ価値観違いますけど。フォローに入られてる。いやまあ、ね、自分のこと守んねえとこれ引きずられるよ。1週間は付き合ってやれってなかなかエッチ効いてるね。パワー、こういう感じですね。おう、俺あんまりさ、ほらだからラジオやってきたりしてないから、はいはい、一緒にねやってなかったです。そのパーソナルイメージ、はいはい、はい、個人としてのお客さんに向けてのイメージって結構つかみきれてなくて。あ、まあそうですよね。そんな感じなんだね。どうですかね。まあいや、なかなかだと俺は思った。あ、本当ですか。うん、自分を守んない。あー、でもそうですね。いいんじゃない、もういいよ、いけいけ。いやもうぶっ壊せぶっ壊せ、うさ吉のね、声優業界の。いやいやいや、俺そういう清廉潔白感をじゃあぶっ壊して。そういうコーナーじゃないです。違うの？違います。まあうさ吉の、これ面白いな、うさ吉の全部聞いてこ、まあ、ずるい。僕の聞いてからのじゃあ増田さんのアンサーっていう。わかりました、はい、コーナーですか。次行こう。はい、うさ吉のね彼氏ね、よろしくお願いしますよ。そうやって、青いたくあんさんからいただきました、周りのことが見えていないカップルをぶっ壊したいです。うん、先日エスカレーターなんかあったんやろな。ありました、はい、先日、はい、エスカレーターで横並びになってイチャつくカップルがいました。はい、おい彼氏、お前が今掴むべきものは彼女の腰じゃなくておめえのキャリーケースだ。反対に周りへの配慮ができているカップルはめちゃくちゃ応援したくなります。はい、わあ難しいね。周りのことが見えていないカップルをぶっかして、まあ、まあ確かにエスカレーター、まあ、横並びな、でも基本的にはまあ2列じゃないですか、そのエスカレーターの。まあ多いよね、うん、2人ぐらいがなんか愛なんかね入れそうな、ね、入れそうな、ね、確かに企画では使われてるよね、じゃないですか、うん、ってなると、で歩いちゃダメじゃないですかエスカレーターって。そう、ね、まあどうしてもね、もう急いでっていう時にはまあもしかしたらいらっしゃるのかもしれないですけど、うん、でもってなったら別にこの2人でまあこの腰持ってても別にいいんじゃないですか、その 2列分。そうだ、ね、だってそこからこう、ま、道でこの2人でこうやってて狭いところでいたら邪魔だな。さあカップルに一言言ってやれ。なんで。いや、なんか長くなりそうだったから。あ、だってこれ編集でしないんでしょ。もうそしたらもうやべえって空気になったらもう詰めていかないと。ああ、そういうことですね。そうそう、まあ、次のねメールとかも読みたいですね。そうそうそう、今ここにもう伸びしろないなと思った。いや、そうですね。いや、もうだからキャ言ってやれ、カップルに言ってやれ一言。おい、エスカレーターで横並びしてるカップル、もういい加減にしろ。お前らキャリーケース持ってエレベーター使って移動しろよ。お前荷物重たいだろ。優しいね。です、優しい。荷物重たいもんね。そうですよ、エレベーターの方がいいよね。エレベーターの方がいいですから。増田さんの同意系がそうなんですね。メールじゃなくても僕のコメントに対して寄り添うか、ちょっとやめとくかっていう感じになってますけど。いや、このコーナーの伸びしろが今つかめてる。ちゃんと企画した？あ、じゃあ企画じゃねえよ、ちゃんと打ち合わせした？打ち合わせしました。本当に？ね、うん、いや、このメインパーソナリティには背負わせるには相当な荷が重さが。頑張れ。頑張ります。なんだパンナコッタさんからいただきました。おはようございます。私がぶっ壊したいのは甘いもの欲です。もともと甘いものが大好きなのですが、コロナ禍になってから在宅ワークとなり、以前にも増して甘いものを食べたい欲が強くなってしまいました。美味しいね。ああ、まあまあまあ、それはわかる。おやつの時間はケーキとマカロン、別の日はシュークリームとプリンを食べ、夕食後すぐに甘いものが食べたくなり、ついお菓子に手が伸びてしまいます、うん。私は気づいていなかったんですが、夕食を食べ終わってすぐにチョコ、クッキー、マドレーヌとお菓子を探している間、ずっと言っていると、あ、母から言われました。あ、なるほどね、その夕食を食べてからずっと独り言言ってるってことですね。すげえキャラクターみたい。
強いですね個性が、そんな生活をほぼ毎日続けてしまっています、うん、ほぼ毎日、甘いものの食べ過ぎはダメだと分かっているんですがどうしても やめられません。なんでこんな甘い気持ちの私をぶっ壊したいです。あ、どうしてもやめられないからやめたいけど、うん、じゃあぶっ壊してやれ。ぶっ壊してやりますか。いや、あ、でもそっか、甘いものが好きで在宅ワーク、いやでもどうなんだろうな。でもこれに関しては別に自分の体調とかその太ええー、ね、甘いもの食べ過ぎとるからその弱い自分をぶっ壊してほしいんだよ。そっか、ぶっ壊してやれ。ぶっ壊してやるし、それが優しさですもんね。そうだ、優しさ、うん、ぶっ壊してやれ。なんだパンナコッタ、なんかマドレーヌとかクッキーとかチョコとか甘いもの食べたくなったら代わりになるなんかささみとか食べろ。それで口の中と胃袋を癒してくれです。一回会議しよう一回台本作り直した方がいい。増田さんいいですか、ちょっと会議付き合っていただいて。いやいやいや、嫌ですいやそこまあ俺にインセンティブ入るならやるけど、あ、ね、その前は前は 5%10% 入ってるから俺絶対参加しますよ。作家料が入ってくるかもしれない。入ってくるんだったらでなんかね満を持して50話ぐらいで終わった時、あ、終わっちゃったかーって5年ぐらい続けてほしかったなーってね、また出ようと思ってた。知らないうちにどん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 そりゃ参加するよ。勝手に入ってくる可能性もね、うん、ありましたけど。だって俺もう次呼ばれないでしょ。もうそうそんな呼ばれないよそうですね、頑張って。ちょっと頑張ります、うん、あ、以上ですか。はい、というわけでたくさんのメールありがとうございました。以上、ぶっ壊したいですかでした。擬音クイズ。はい、もんもんもんもはシュークリームを食べている時の音。このように擬音を送ってもらいまして、それが何をしている時の音なのかを、リスナーの皆さんから出演声優にクイズを出していただくというコーナーです。うん、じゃあまず最初の擬音、大喜利やろ大喜利じゃない、あ、大喜利じゃないですか。 あよかった。お、うん、そうですね、リホさんからいただいた、擬音クイズです。はい、プッシュグイ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 グエです。プッシュグイ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 グエ、これはあれですね、炭酸イソジン。炭酸イソジン、何それ。まずちょっと待って、まず作家さんのあーそれかみたいな顔やめてもらっていいですか完全置いてくぼりなんですけど、そんなに有名なの炭酸イソジンって。いや、ちょ、外はみんな炭酸イソジンっていうか、なんかすげえこう強いなんか刺激あるイソジンっていうか、なんかこのうがい薬。炭酸イソジン、炭酸は多分入ってないですけど。ちょっと待って、なんでなんで作家さんは今あーって同意できたんですか。知ってたんですか。なるほどね、作家さんの優しさだったわ。よく知らんけど、まあなんか言いたいことはわかるから、とりあえず相槌打っといちゃろうみたいな、うん、優しすぎんかいや、だから化け物産んでんだよプシューグイグイグイグエは、はい、炭酸イソジンじゃないですか。炭酸イソジン、あの炭酸イソジンがまずちょっとあれ増田さん俺は真面目に考えると、はい、プシューってよく使うのはこう電車とかなのかなって思って、グイ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 って、終わらんのや、2つぐらいあるんやと思って、なんか満員電車とかで押し込まれてとか、そういうのかなって思ったけど。増田さん、このコーナー天才です。増田さんにとって天才コーナーです増田さん。あ、はいこんなに嬉しくない褒められないです天才って言われてこんなに嬉しくなかったことない。めちゃくちゃ褒めてますよ今、はい、あ、俺正解は、はい、満員電車の時の音です。合っとるんかい松田さん合ってますよ。合っとるんかい。いや俺もね、だからその炭酸イソジンみたいな大喜利ワードは俺出せないよ。いやいや、僕大喜利で言ってないですよ。逆にあなたが正解です。あ、ですバラエティ的には、プシューは扉が開く音で、グイグイグイは人が乗ってくる時の音で、グエは人が多くて潰されている時の音です。あ、なるほどね。いや大変ですよね。そうですよね。
こうどん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 ね、こうコロナ禍も緩和されてきて、ね、移動される方が増えてきて、ねね、山手線とかね、毎回多いですからね、大変ですよね、当てていく、はい、コーナーです。違う、スターブライトマッスルさんです。スラ、はい、こちら擬音勝ち、ウィーン、キーン、勝ち、ウィーン、キーン、ウィーン、キーン、ウィーン、キーン、勝ち、ウィーン、キーン、ウィーン、ウィーンだったらね、なんかえすぐ、そうなんですか、はい、あ、じゃあちょっと誰も目合わせてくれない。いや俺は目合わせてるよ。あ、本当だ。え、なんかカチってやってブブブブブのやつあるじゃないですか。カチってやってブブブブブ、はい、いやブブブブブ言ってないじゃん。いや、そういう系のなんかパワー的なあれあるじゃないですか。聞いて聞いて、はいはい、さっき、はい、ものの10秒前に、はい、カチ、はい、ウィーンウィーンだったら、はい、分かるんすよね、分かるんすよねって言ってみました。おで何って言ったらカチブブブブブ系じゃないですか、系統。いやだからそういう話じゃないそこそこをこう、まあすごいな。いやでもそういうことができる、もしかしたらそんなことがあるかもってヒントが。正解ってことですか。違う違う、知らないよ。僕に関しては知らないっすか。もう知らないです。だからあの価値観がちょっとね、だいぶ僕らがずれてるから、まあまあまあ、そうですね、ちょっと勝ちブブブブブってさ、もう無視しとるやん。その前段階も無視しとるのにさらに無視するってすごいな。系のじゃないんですか、勝ちウィーンキーンですよね。勝ちウィーン、まあなんか勝ちはなんかまあつけてると思ったんですよ。でしょうね、はい、なきっかけでしょうね。ウィーンとキーンがね、そうなんだよ、うん、キーンってなんですか。キーンはキーンだよ。キーンはキーン。え、でもじゃあ勝ちとウィーンが分かってんの。勝ちウィーンはもうさっきのあれです、なんかこの電池をつけます、オンにつけます、オンにするじゃないですか。おい、そしたらこう動くんですよ、ブン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 って、うんうんうん、その後のキーンが分かんなかったけど、多分そこからこのプロジェクションマッピング的なのをつけられる、あのキーンつって映像を出す。なるほど、見てみると。見てって、はい、あ、そんなことあるってヒントが来て、はい、プロジェクションマッピングって。プロジェクションマッピング、いいやいいやいいや、ええ、いいや、いいですか。そうそう、やっぱこれぐらいの感性じゃないと面白い人は育たない。あ、なるほどね、あ、天才だわ。ミニ四駆のスイッチを走、入れて走らせた音。あー、なるほどね、空走りの音なんだ。 ギアがかけて空転した時って書いてますか。はい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 、なるほどね。あー、確かに、でもそう言われると確かにその音しますもんね。うん、いや、てかこのね擬音クイズすごいなんかセンスがありますね、うん、なんかこの雰囲気というか、そのシーンというか、なんか我々としてはこう思い出をこう彷彿とさせるというか、うんうんうん、だからこう下手くそな人が書くと、はい、勝ちウィーンぐらいしか書かないんだけど、あ、はいはいはい、このねウィーンとキーンのこの音が違うことで、そうですね、よりこの人にとってのやっぱちゃんとしたこうね解像度の高さを感じますよ、はいはい、そんなことあったなみたいなね、うん、なりますし、ええやん。じゃあこちらラストですかね、はい、はい、トラ先生からいただいた擬音です、はい、ビューンビューンキャッキャトンフー、ビューン、ビューンじゃないの入ってるやん。絶対言葉だろ。多分キャッキャは言葉でしょうね。おう、赤ちゃん、おお、今作家さんのリアクション的には正解のリアクションしてくれた。近かった。おって、はい、なんだっけ、ブーンブーン、ビューンビューン、ビューンビューンか、ビューンビューン、ビューンビューン、キャッキャ、キャッキャ、トンフー、トンフー。さあ、なんだ、赤ちゃんに向けて作っ何かやってんだね。トンフーがヒント。ヒントじゃないんですよ。いやいや、それ問題もう一回言う、あの書いてるだけだから。トンフーがヒントじゃないんですよ。だってじゃあトンフーがポイントなんですよ。ヒントじゃないんですよ。だって5文字しかないんだから、そもそもトンフー、トンフー、ビュンビュンは分かりますよ。え、分かるの。ビュンビュンはだって高い高い。すごいな、ビュンなんだ。ビュンじゃないですか。誰もうなずいてくれてないじゃん。おかしい。待って、え？あ、頑張っ、あ、行く？答え。あ、行きます。でもトンフーがちょっとまだ出てないんで。トンフーが出てないね。はい、ビュンビュンって高い高いやって。はい、高い高いなって、ちょっとまあ、うん、キャッキャッって笑ってるじゃないですか。うん、トンフーは？
トンフーは、うん、じゃビューンパシー戻ってきます。パシがな出とるかな。もうパシーは架空なんです。なんでだよ。そしたらビューンも架空だろう。ビューン音として聞こえてる。多分キャッキャしか聞こえてねえよ。もうでもこのトラ先生の中では、うん、ビューンってじゃあまず、うん、投げて投げます。投げてるね。はい、投げます。高い高いします。キャッキャキャッキャ、はい、キャッキャなります、はい、で戻ってくるじゃないですか、はい、その赤ちゃんが、うん、で戻ってきた時にトントンってキャッチした時の音、うん、でフーはフーです。何やそれ。何やフーはフーです。ラジオやぞ。顔でやるなよ。この息を吹きかけるっていうフーですね。あーなるほどね、はい、赤ちゃんに息吹きかけてんの。はい、そうすることで何が起こんの。またキャッキャってなります。なるんだ。だから正解はビュンビュンキャッキャトンフーキャッキャです。あ、僕の中では、ね、はい、じゃあ見てみましょう。さぞ講習に自信があるんでしょうね。いや多分でも当たってる自信あります。半分はすげえよ、うらやましいよ。ああ、正解は子供に高い高いをした時の音。なんでやねん。いやビュンビュン、それ多分言ってあげてるだけやろ。これトン、これトラ先生が言ってる。あ、そういうことね。あ、トンってどうですか。下ろしてあげて。下ろすね。フーは大変だったなって、ね、あ、ちょっと高い高いしたな、フーってことですね、うん、そういうことか。いや、ケースが自分に置き換えすぎた。もう腰いたわってあげて。そうっすね。他にもいろいろあやす方法あるから。あるから。絵本読んであげるとか。ガラガラとかねありますからね。ガラガラ。ガラガラ。ガラガラなるやつね。うん。あれの正式名称わかんないです。はい、ガラガラでいい。ガラガラ。ガラガラでいい。いやでも当たってましたマスターさん。当たってたね。はい。すごいね。嬉しいです。うん、ありがとうございます。褒め合いのねラジオで僕も増田さんを天才って言いましたし、ね、増田さんも褒めてくれました。ありがとうございます。あれ頭抱えてる。以上ギオンクイズでした。マッシュレディオ。はい、というわけであっという間にエンディングのお時間です。今回もカットなしでお届けしていったはずですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。マジ大丈夫なの。なんか編集はするでしょ。編集あ、SE パワー SE そこだけパスパワー SE。 マジで すげえな。増田さんがさっきのコーナー終わった後白昼夢だっつって、いやいや、はい、褒めてくれました。あ、うん、褒めた。ありがとうございます。白昼夢だよ。このラジオは白昼夢だ。すごいぞ。ありがとうございます、うん、嬉しいな。はい、というわけで、あ、改めてなんか酸素が回ってこなくなってきた。あれ頭に痺れてきました。痺れてきた。おかしいな。いやいいな。30分ちょい話してたら痺れてきたんですか。楽しくなってきた。いいぞ。改めまして増田さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いかがでしたでしょうか。感想をお願いしますっていうことなんですか。いやー、これからもね頑張ってくれたら、はい、いいなって。いやでもずっと続けていくでしょ。あ、そうですね。マッシュラジオね。ああ、マッシュラジオはもうゲストを変えて多分続けていくとは思います、うん、なのでまた増田さんにも来ていただいて。あ、いや僕はえそんな。でもさっきなんかだってね、アニメ出ます。アニメまだな、まだ。じゃあオリジナル作品作ってよ。オリジナルストーリー。 あそしたら出てくださいます。いやいや、そっち先に仕事してから。当たり前や。いや、そっちに出る前に増田さん決まりましたねっつって。あ、決まったら。あ、はい、それはもちろん。あ、よっしゃ。いや、久しぶりに出させていただいてって。たまにね、でも原作の方でも、はい、本当にシルバーあのコマとかで出てきたりとかして。そう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 。あの先生の中でも、はい、あの多分本当初期の方に出てきた話がかなり根幹にあると思うんだけど。そうですね。それこそ最終話あたりとかの原作のね、はい、あの決戦の時も多分そうだよな、シルバーだよなって思って。めちゃくちゃ最終話の話してる。はい、ダメやっぱ。そうですね。いやいや、俺もさ、はい、ジャンプ毎週読んでるから。ああ、そうですよね。そうで、マッシュルも最終の話になってた時に、はい、結構いろんな登場人物がブワーっていろんなコマにおー いて、そう描かれてる中にやっぱ探すわけですよ、はい、あ、いるかなって、ね、そうそう、書いてくれてるかなとか、はい、そしたらなんかこう頭にね、なんだろう、やっぱり分かりやすくね、シルバーアイアンの分かりやすさっていうか、あのピアス。あ、ピアスですね。そうそう、まあ、ついてるから、はい、これってそうだよなって思いたいコマもあったりして。思いたいコマありましたよね。そう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 。
だから彼も生き続けてるわけだから、はい、何かこうアニメあのオリジナルとか、はい、なんか側面原作に描かれてない部分とかも含めて何かできたら、それはもちろんぜひともまたラジオに来させていただけると。やった、はい、確約していただきました。それがあったらまあ多分そりゃそうだろもしそうですね、今の、まあ、途中パワー SA かかっちゃうかもしれないですけど、あのすごい楽しいラジオ。むしろここかけないでくれよここかけますよ。なんで希望じゃん。ああ、そういうこと。うんあ、じゃあいいのか。あ、うんうんって言ってるわ。あ、かけないかもしれないです。そりゃそうですよ。あ、よかった。あ、じゃあここはかけずにお届けします。どこ、じゃあ逆にどこかかるんですかね。ちょっとみんな探り探りちょっとじゃあ、でもまた増田さん来た時には、はい、多分コーナーもパワーアップしてると思うんで。いやいや、もうこのままでいきましょう。いやいやいや、それは僕ももう準備できたんであ、そうですよね。このただ台本だけだとね、そうそうそう、コーナーしか書いてなかったから。そうなんですよ。こどんなことするんだろうなって、きっとこういうことかなって思ったら、はい、結構もう僕のなんていうかな、経験値をこうひっくり返さなきゃ理解できないぐらいの。あ、本当ですか。よかったっすね、ゆうやんさん。よかったっすね褒めてもらったんすよ褒めてるわけではない。あ、本当ですか、うん、けなしてるわけでも褒めてるわけでもない。あ、でもない。ただ自分の中で新しかったってだけだから感想を述べたっていうありがとうございました。この放送を聞いた人、増田こんなにひねくれてるやつなんだなって、まあ、みんな思うだろうね。いや、どうですか。あ、こうですよいや、でもね、まあでもシルバーもね、ひねくれてるところが多いですから、はい、なんかぴったしなんですよ。うん、まあ、ぜひね、またちょっとアニメまた出番というか、あの出演してくれることを願いつつ、はい、またぜひ来ていただけたら嬉しいです、はいはい、ということでお届けしたのはマッシュバンデット役の小林千秋とシルバーアイアン役の増田俊樹でした。シュークリーム